装備開発。通常通信システム、FSCIUが近距離で前で解析し、近距離攻撃装備起動。 いや。
ットプログラムのダウンロード終了。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。Thank you.
事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。嬉しいです。何か？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことが禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。 To be。
跡。このエレベーターはプロテクトされているため使用不可能。ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。解析。このエレベーターはプロテクトされているため使用不可能。解析。このエレベーターはプロテクトされているため使用不可能。分かってる。
探索したけど目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは？ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。どうかな。倒せばいい。超大型兵器発見。
これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。警告。敵兵器による下方向からの攻撃。推奨。退避。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。推奨。当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置を止めることは。うるさい。いいから出して。トゥビー言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。分かった。
を喋ってる。機械生命体にそんな知性が。ルビー、敵機体の脆弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。ルビー、敵機体の上腕部のコントロールのポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。上腕部のコントロール脱出完了。弱点部分をマークしました。了解。制御システムを奪う。了解。敵サブユニット侵入。挙動テーブル変更終了。姿勢制御バーニアコントロール。敵兵器の従属化を完了。すごく強引な戦い方ですね。ドゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな。なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。申請。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。